皆さん、最新163話見ましたでしょうか。第163話を一言で言うとすれば、ついに激突でしょうか。衝撃の展開で、ツイッターのトレンドにもジュース回線が乗るほどエグい展開でした。ということで今回はジュース回線最新163話の考察をしていこうと思います。なお、ジュース回線第163話までのネタバレを含みますので、ご注意ください。まだ見てない方は、必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それでは、どうぞ。第163話のタイトルは東京第一コロニー3。前回第162話では虎杖が難なく幅を倒すと甘いに連れられ火車のいる池袋に向かいます。一方で伏黒めぐみはレミに連れられて火車のいる新宿へ。どちらかが嘘をついている。そしてどちらかが向かう先にはレシートだらけの謎の術師が。そんな中で注目の第163話だったんですけども、第163話はついに火車と激突します。第163話は過去編からスタート。不良少年3人に囲まれている1人の少年を遠目で見ているのは甘い凛。そして不良にボコボコにされる少年を見て、甘いは不良たちから絡まれないようにする術を独白し始めるんです。とりあえずヘラヘラして調子を合わせればいいんだよと。やめろよ。その時背後から何者かが助けようと声をかける。すかさず1人の不良が何者かに殴りかかるんですが、勝負は一瞬。不良はあっけなく殴り飛ばされるんです。そう、殴ったのは西中の虎、虎杖悠仁。当時中学生の虎杖悠仁は、残り二人も圧倒的な実力で殴り飛ばし場を制圧。そして遠目で見ていた甘いに気づいた虎杖は話しかけるんです。あんたは？これこそが西中の虎、虎杖悠仁と甘い凛の出会いだったんです。そして場面は変わって、レミと伏黒めぐみ。二人は金目町を歩いていました。わかんない人もいると思うので、地図でざっと紹介すると、金目町は池袋の隣駅です。そう、レミはわざわざ池袋を経由し、火車ひろみのいる新宿に向かっていたんです。これは衝撃の事実。虎杖と甘いの目的地でもある池袋を伏黒たちも経由するんです。しかし伏黒は、物資は豊富だ。プレイヤーとの遭遇率が上がると、池袋を経由することを嫌がる。これに対してレミはですね、道が分かりやすい、私の拠点があるという謎の理由で突き返すんです。一方その頃ですね、虎杖と甘いは池袋の火車が拠点にしているという劇場に到着します。そして虎杖は時間がないからという理由ですぐさま中に突撃。そんな虎杖を見た甘いは虎杖をなんとか止めようとするも止められない。ちなみにここで幅が火車にボコボコにされたことが明かされています。そして虎杖が火車がいる劇場につながる階段を降りていたその時でした。火車？ああ、残念ながら俺はレジーだ。君騙されたの。甘いの反応、そして虎杖が建物を進む様子。この2点からですね、騙されたのはてっきり虎杖悠仁かと思ったんですけども、まさかの伏黒めぐみ。そして前回第162話のラストで登場した謎の男の名はレジー。嘘をついたのはレミだったんです。そして嘘をついたレミを睨みつけた伏黒はブチギレて玉剣を召喚。一方その頃劇場に到着した虎杖の目の前には風呂に浸かっている火車ひろみの姿が。君は服を着て風呂に入ったことがあるか。虎杖に気がついた火車は風呂から出て話しかけるんです。どうやらですね、火車ひろみは30半ばでグレてしまった模様。そして虎杖は火車ひろみのですね、着衣水泳が好きだった、弁護士をしている。こうした会話の内容から火車は過去の術師ではないことを特定するんです。そして虎杖は火車に交渉を持ちかける。死滅回遊を終わらせたい。しかし予想通りの答えが。断る。火車ひろみは死滅回遊に可能性を感じていたんです。ご存知の通り現在呪霊が振り返り日本は壊滅状態です。だからこそ法は無力と悟った火車は真偽を争うこともなくルールを犯した者は物理法則のように罰せられたら素晴らしいことじゃないか。今は死滅回遊のルールこそが法だと言わんばかり。それでもですね、火車は死滅回遊のルールには若干問題を感じています。しかし火車は死滅回遊の土台となっている結界術のシステムは自分の目で確認したいとのこと。特に火車が注視しているのはルール2とルール8。ルール2と8はこうです。術式覚醒後19日以内に死滅回遊への参加を宣誓しなかったプレイヤーから術式を剥奪する。参加またはポイント取得後19日以内に得点の変動が見られない場合、そのプレイヤーからは術式を剥奪する。火車ひろみは術式の剥奪を確認したいんです。そして第146話によると術式の剥奪とは死を意味することが分かっています。つまり火車は
死滅回誘導システムでプレイヤーが死ぬところが見たいんです。しかし、イタドリが語気を強めて訴える。モタモタしているとこの国の人間全員死ぬぞ。ところが死滅回遊は永続に続くものなので、死者は出るが永続的に続かせるために全員が死ぬことはないと、ヒグルマはイタドリのことを全く信じようとはしない。そこでイタドリは一気に勝負に出るんです。100ポイント使わせろ、ヒグルマ。こうしてヒグルマ広め隊イタドリユージが幕を開けるんです。第164話以降の展開と考察なんですけども、ヒグルマヒロミの恐るべき能力、イタドリユージ対ヒグルマヒロミ、ヒグルマヒロミとゲートを滑る。今後の死滅回遊について、まずはヒグルマヒロミについてです。死滅回遊の序盤の重要人物として登場した鹿島はじめとヒグルマヒロミ、第163話ではその一人ヒグルマヒロミといきなり激突します。そしてヒグルマ最大の注目は何といってもその術式です。ヒグルマの術式の特徴は大きく2つ、正義の女神をモチーフとした式神、そしてガペルのこの2つ。まずは正義の女神をモチーフとした式神について、そもそも正義の女神とはギリシャ神話の女神テミスのこと。そしてテミスは司法裁判の公正さを表す象徴として、古来より裁判所や法律事務所など司法関係機関の象徴として扱われてきました。そんなテミスを式神として落とし込んだのがヒグルマヒロミが操る謎の式神なんです。テミスが目隠ししたり天秤を持っているように、謎の式神も目隠しをしたり、両腕には天秤がついています。次にガベルについてです。ヒグルマのガベルですが、武器としてはリーチも攻撃性能もないと思うので物理攻撃で使うものではないと思います。おそらくヒグルマの術式や謎の式神をコントロールするジュグだと思われます。ちなみに公式ファンブックによると、ジュグは呪いの力が宿る対呪霊用武具とのことで、魔気のメガネなど実は呪術回戦に登場しているほとんど全てのアイテムがジュグ扱いされているようなので、おそらくヒグルマのガベルもジュグでしょう。次にイタドリユージ対ヒグルマヒロミについて、結論から言うとかなりいい勝負になるんじゃないかなと思ってます。今のイタドリは長宗に鬼人と評されるように、正直幅や羽生では物足りなさすぎる。かといって渋谷事変後には乙骨に負けたように特級クラスにはまだ足らない。現時点のイタドリの実力を階級で表すと1級ははるかに超越してるけど、特級ちょっと手前ぐらいの力量だと思われます。対してヒグルマも1話丸ごと使って過去が描かれたりと、新キャラクターにしては異例の待遇、スクナに勝負を挑もうとしている400年前の術師、鹿島はじめと並んで100点以上稼いでいる術師など、間違いなく死滅回遊の中では強キャラに入るでしょう。ただヒグルマは人間ですし、目的は100点を使わせることなので、マヒト戦のように殺し合いにはならないと思います。次にヒグルマヒロミとゲートスグルについてです。ちなみにヒグルマヒロミは見事に闇落ちしてしまったんですけども、誰かと重なりませんか？それはゲトウスグル。もともとゲトウといえば非術師を守ることを正義に掲げた術師の鏡のような人間でしたが、全員当時による星晶体摩擦をきっかけに非術師を見下すようになり、術師から呪詛師に闇落ちしています。対してヒグルマヒロミも全く同じです。正義感の強い弁護士でしたが、大江啓太の強盗殺人事件の裁判が最初から有罪ありきの裁判と思い知らされ、弁護士から闇落ちしてしまいます。こうした2人の描写は重ね合わせたように酷似しているんです。最後に今後の死滅回遊についてです。死滅回遊について詳しくはまた別で動画にしようと思ってるんですけども、大きくですね、イタドリ伏黒パート、ハカリパンダパート、乙骨ユタパート、そしてツクモ長宗パートの4つに分断できます。まずはイタドリ伏黒パートです。このパートの舞台は東京第一コロニー、そして目的はヒグルマを倒し100点を使わせてルールを追加すること。作りたいルールは2つです。1つ目はルール追加でプレイヤー間でのポイントの譲渡を可能にする。これで身内でポイントを回し続ければルール8の罰則で術式を剥奪されて死ぬことはなくなります。2つ目はポイントを消費し死滅回遊から離脱できる。ただし死滅回遊の永続に抵触するので、プレイヤーを1人参加させる代わりにプレイヤーを1人離脱させるという条件になりそうです。逆に言うとイタドリ伏黒パートは東京第一コロニーのボスと思われるヒグルマヒロミを倒しルール追加さえすればクリアなので、実はですね、東京第一コロニーのパートはすでに終盤に差し掛かっています。そしてヒグルマを倒し東京第一を制圧してルール追加したら、アマイア・レミ、ヒグルマ・レジーは同行はしないかもしれませんが仲間に加わる可能性は高いです。特にアマイはほぼほぼ確定じゃないかなと思います。次にハカリとパンダパートです。このパートの舞台は東京第二コロニー、目的は2つあってですね、1つは鹿島はじめを倒し100点を使わせてルール追加すること、そしてもう1つが五条悟の封印を解くため獄門鏡裏の封印を解ける天使を探すことです。それぞれ分担になっているようで、鹿島はじめ討伐をハカリ禁止、天使捜索をパンダが担当、ただし虎杖伏黒が担当する東京第一コロニーよりもはるかに難易度が高い。というのもターゲットの鹿島はじめも天使も過去の術師だからです。おそらく現代の術師よりも格段に強いのは明白。
枠。注目されるハカリ対カシモですが、呪術廻戦史上最大級のバトルになると思われます。またクルスハナについても仲間に入れるイコール五条悟の封印解除を意味するので、おそらく天使関連が描かれるのは死滅回遊後半でしょうし、パンダ単体でどうにかできる相手ではなさそうです。そこで全員巻きの登場です。なぜ全員巻きが東京第二コロニーに参戦するのか。そもそも全員家を出た巻きがわざわざ地方のコロニーに向かうとは思えないのと、何より第146話にて全員巻きはパンダと合流し回遊閉店に協力すると発言。おそらくパンダかハカリが窮地に立たされた時、渋谷事変の真人戦の東堂葵のように救世主として登場するのでしょう。次に乙骨パートです。このパートの舞台は仙台。しかし乙骨の仙台コロニーでのミッションは明らかになっていません。謎。しかし相手は賢者を倒すこと。第160話で賢者が仙台コロニーの佐々木先輩のところにいる様子が描かれていました。これは賢者の呪術による能力で、賢者本体は仙台にいないのかもしれないんですが、もし賢者が仙台にいる場合は乙骨ユータとの激突は必至です。そして乙骨対賢者が期待できるのが劇場版呪術廻戦ゼロ。来る12月24日より劇場スクリーンにて完全権限される乙骨対下等ですが、そのタイミングと重ねて呪術本誌でも乙骨対賢者が起きる可能性が。個人的にはですね、東京第一コロニーのパートが終わった後は東京第二コロニーに移行すると思いきや、一旦仙台にいる乙骨パートになるんじゃないかなと思ってます。というのもですね、東京第二は鹿島はじめはもちろんですね、五条悟の封印を解除できるクルスハナがいることから、展開としては死滅回遊の前半ではなく後半になってようやく東京第二コロニーが進行すると思われます。となると東京第二より先に乙骨ユータ対賢者が描かれるのであれば、メタ的に死滅回遊序盤で賢者が負けることはありえないので、敗北するのは乙骨ユータでしょうか。最後につくもゆき対長宗パートです。厚生宮には全てを拒絶する結界が張られていて、天元本体はその中にいます。そしてその結界の外で賢者を迎え撃つのがつくもゆきと長宗です。賢者の目的である天元と人類の同化は死滅回遊の最終段階に描かれるはずなので、賢者がつくもゆきと長宗と戦うのも死滅回遊編の後半から終盤になるはずです。逆に言うとですね、謎に包まれたつくもゆきの術式もまだまだ当分明かされそうにはありません。そして気になるのは京都校の動向と東堂葵の腕の再生、戦闘不能の犬巻トゲ、復活が待たれる釘崎野原、東京第一か東京第二にいると思われるプレイヤー高場文子の動向、裏梅の動向、このあたりでしょうか。おそらく死滅回遊が進むごとにこの辺も徐々に判明すると思われます。ということでですね、今回からの新コーナーとして今週の誕生日のキャラクターを祝っていきたいと思います。今週誕生日を迎えたのは呪術高専東京校2年生犬巻トゲ。誕生日は10月23日でした。犬巻トゲさん、誕生日おめでとうございます。という感じでですね、今後も誕生日を迎えたキャラクターがいたらですね、定期的に祝っていきたいと思います。